ふふきひ。手紙をちゃんと韓国語で書きました。今回は私が知ってる韓国語だけで書いたんで、めっちゃボキャブラリーは少ないですけど、翻訳機をできるだけ使わないで書いてます。これは最高の敬語で、こういうメッセージカードにヒョンシ君が喜ぶようなクーポンを作りたいと思います。何がいいかな？こういったサプライズを初めてするんですけど、喜んでくれたらいいなと思ってます。ここにメッセージが書けます。手紙とかプレゼント準備が全部できたので、料理を作っていきたいと思います。今日は4つ作ろうと思ってて、キムチポックンパップとミオックとプルコギとチャプチェを作りたいと思います。キョシ君が今日本で韓国の家庭料理を食べる機会がないので、頑張ってクックパッド先生を見ながら作る予定です。あ、めんどくさい。いや、これ絶対うまいもん。もう知ってる。あ、そんなみたい、そんなみたいって言って、私そんなミオック食べたことないから。え、辛いかもしらん。くふきひ。終わった終わった。ザギー、おかえり。え、それと一緒に来て。おかえり。無事にいけ。これどうやって来てました。私結構忘れたと思いました、ね。なんで私が忘れたと思ってたし。これ何？わあ。どうやってしてます？え、鼻？ちょっと鼻これから出してちょうだいよ。ドベンチクの話が必要。何？省略。900日だから、うん、チューリップが9個。ね、チューリップじゃないよそれ、バラじゃない？バラ、いや、これチューリップだよ。うん、バラ。バラ9個と、これ私とクリコ。わあ、かわいい。わあ、めっちゃかわいい。レイキやクリコ。何レイキって？ケーキ。ありがとう。わあ、チャギも。めっちゃ有料しましたねクリコ。뭐야これね、ミオコ。うん、ちょっと味が色が違いますって。대박이야、これ뭐야。대박이야。わー、진짜キムチ볶음밥どうやって見ます？でもこれ日本のキムチで作ったからどうかわからないね。あ、めっちゃ美味しいね。本当？うん、キムチの神様が降ってきました。맛있다。これ뭐야이거。わあ、美味しい。これ진짜우리할머니가해주는맛인데。本当？うん。わあ、じゃあ불고기も食べてね、ちょっと。わあ、よかった。もしかしてこれは잡채？わあ、めちゃくちゃめちゃくちゃいい。ここ。いいよ。でも、クルコ、これ本当にどうやって覚えましたし？私、진짜知らないと思って、私があって言ったら、クルコはびっくりしましたけど、そんな考えでしたんで。ね、私も、チャギが最近忙しいから、多分忘れてるよねっていう話をさっきしてた。私が私、名前を忘れますけど、これとかは忘れないよ。ちょっと心配だわ。わぁ。
めっちゃこちょいしね、めっちゃこちょいし、めっちゃこちょこちょいじゃん。正直900日をこんなに韓国料理で過ごすのはどうですか。何よりもこれより一人で私が考えながらクリコの姿を考えたら本当にありがたいね。僕が、あれ前はペイペイ大丈夫、ペイペイ大丈夫、大丈夫、あれ、新茶がした、さらに愛してます、もう教科書的みたい、さらに愛してます。クフキヒ、美味しい料理作ってくれてありがとう。お腹いっぱいになりました。めっちゃなりました。チャギのケーキがめっちゃ可愛い。わぁ、寝癖、寝癖やばい、いろんな気分で寝癖が、はぁ、うん、うん、まあこれペゲにしたい、私ペゲ出した、うーん、わぁ、チャギ、私もプレゼントがあります。900、何字、じゃじゃーん、うわこれ本当は私が必要なのでカードスプレーです。ご安心だ、今切れてたからね。これメッセージが書いてあるので見てください、中に。プレゼント1スプレーと申し、ご安心だ。今はちょっとかっこよくないって、これからもっと今より、今もちろんかっこいいし、今1億かっこいいなら2億かっこいいなってね。何点は何点、5億わぁ、おや、めっちゃ重いね。いくよ。あー、食べ物ありがとう。これ、たこ焼きと普通のプレートと三色皿のプレートが入ってて、っいい、ね、で、上に豚が、これそうそうそう、ありがとうございます。私たちが三色皿ライブでよくやるじゃん、うん、なんかこれを家でできたらいいなと思って。いいね、いいね。三色皿、お好み焼きを먹는、たこ焼きを먹는パン、ありがとうございます。サムヨセシーハゴ、結局2人で使うものを買いたかったんです。いいよいいよ、チャギのためにクーポンも準備したので。何のクーポン、チキン店ここ、うん、10% オペリオン、おお、マッサージ20分、1日1本、1日1回だけ使えるマッサージ20分、そしてヒュームが5分です。いやなので15分ですね。いやー、十分は話す。話す。お互いよ。これ一度も使ってもいい？あ、けんちゃなよ。もしかしてクルクがめっちゃ酔っ払ったら。けんちゃなよ。おいしい。おいしい。よー。読んでね。1泊2日、温泉旅行。いや、北九州に行ったじゃないですか。ね、ちょっと近場でゆっくりする温泉旅行に行きたいなっていうのが行ったことがなかったんで。ね、土地って違う、なんか意味があります。あります。なるほどな。営業보여주세요。자기가疲れる時とかに営業してない時にヒンこれをしたいと思ってます。でも疲れた時はなんか嬉しいものを 見るんじゃない。嬉しいじゃん。あ、それで嬉しいと思います。んわー、これ頭が、なんか頭近かったね、うん、もちろん喧嘩とかするときに、うん、一人で考えたいときとか、私がうるさいなって思うときに、うん、これを使ったら空気もソフトになると思うし、うん、そして私は話さないっていう、あ、これが一番大事なのね、うん、それなら営業보여주세요、クルクがじゃあ営業시작時、가만히계세요なんかそれ大丈夫。私なんかこれしか準備しないですね、おてけ。そして手紙も読みます。はい、めっちゃ多いね。うん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 。サランアヌンチャギ。あら、ネイルムンクイコみたいな。サランアヌンチャギ。오늘은900일기념일이에요。왜종일이아니라면クッキーカップで食うにか。아이고、스스로말해놓고재미없어。え？大丈夫？今。처음만날때、넌천사야。사랑해요라고계속말하는자기를보면와왜이렇게작게나는한국사람과연애하고있구나라고생각했다고기억해요하지만지금이틀도긴장고동거를하고많이함께있으니까배려가부족할때도있어요미안해요그래도저는현식씨와같이있는것이무엇보다행복합니다언제나날웃게해주는거친구처럼그물이야기할수있는거백중원처럼
マシンヌヨリルマンドゥローチュンゴ。え？サンハミョンジャジュンナジマン。ネガチョアヌンカジャル。チャギがタモクジマン。ノブノブチョアエソ。ハンサン拠点一層上ソコマオヨ。アップロード結束さらんえよ。ありがとうございます。始めた。始めた。あ、ちっちゃい禁止眼これ。当てたいね。嘘。なんか私たちの今までレナイが頭にプシッシッ行くみたいな。本当に。本当。うん。さらんよ、チャギ。Thank you。クフキヒ。あるあるある。なんか準備しながら泣きたいで、準備しながら。うんうんうん。次もいいのできたら。どこせよ。男女としてサプライズをされるのはどんな気分ですか？男女としてサプライズされる気分？なんかやっぱりなんか幼女の憧れとかじゃん、サプライズって。男女がされるのはどうかなと思って。嬉しい、こう、もらうか、まあ、ちっちゃい愛をされますね、そんな気分でしたも。彼女からはもう悪くはないでしょ。うん、全部は器用みたいや。ミステイクしても器用みたいな。例えば手紙とかも器用。間違ってても、うん、付き合って初めて手紙を読んだやん、うんうん、めっちゃ恥ずかしいんだけど、なんか日本語でも読むの恥ずかしい。